後ろ、本石膏。ベルトは必ず守ります。こんばんは、リック・ヨシムレです。この間は応援ありがとうございました。また世界にチャレンジしたいです。よろしくお願いします。Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to Pacifico Yokohama. Tonight's main event is 12 rounds of boxing for the WBA Minimum Weight Championship of the World. Boxing fans, it's time to get busy in Yokohama, Japan! Introducing, in the blue corner, fighting out of his hometown of Phetchabun, Thailand, he weighed in at 105 pounds, with a record of 43 wins, one loss with two draws. 16 wins coming by way of KO. Introducing the former minimum weight champion of the world, China Popaoin! Former champion, 王座返り咲きを狙います、チャナ・ポーパオイン。And now, in the red corner, fighting out of the Hanagata Boxing Gym here in Yokohama, Japan.He weighed in at 105 pounds with a record of 21 wins, 6 losses, 5 wins coming by way of knockout. Introducing the star of Yokohama, the WBA Minimum Weight Champion of the World, Keitaro Hoshino! 初防衛が指名挑戦試合、チャンピオン星野慶太郎です。Judging this bout, Mr. Dwayne Ford of the 吉村選手によります両選手の紹介で始まりました WBA 世界ミニマム級タイトルマッチ12回戦。この試合の解説は元 WBC スーパーフライ級チャンピオンの川島博さん、そして同じく元 WBC バンタム級チャンピオンの薬師寺康英さんのダブル解説でお送りしてまいります。川島さん、薬師寺さん、どうぞよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。川島さん、はい、両者の表情をご覧になっていかがですか。そうですね、やっぱお互いベテランらしく、リラックスした表情でありますね。はい、はい、薬師寺さん、はい、初防衛の緊張となこれはすごいものがあるんでしょうね。もうこれが緊張してなくて、相手を飲んでるんだとすごいことですよね。なるほど、はい。ご覧のようなルールになっています。この試合のレフリーはシルベストレ・アバインザさん、フィリピン。ジャッジはデュアン・フォードさん、オスカー・フレスさん、アメリカ。ユ・ワンさん、韓国。さあ第1ラウンドが始まりました。同じような白のトランクス。さあ川島さんから伺いましょう、はい、この試合どこら辺がポイントになりますか。そうですね、あのお互いのアッパーですね、はい、チャナも、星野もアッパーが得意ですから、はい、そこら辺が一番注目だと思います。はい、薬師寺さんはこの試合のポイント、はい、どこら辺に置いてらっしゃいますか。うん、僕思うのはいろいろビデオを見させてもらったんですけど、はい、後半勝負ですね。星野が行くんであれば後半に行けば KO の確率もありますね。あ、そうですか。前半まだね、35歳って言っても力ありますから、はい、ちょっと力抜けないですよね。なるほどね。後半勝負だと僕は思いますね。いずれも、まあ、星野が31歳、チャンピオンが31歳、そして挑戦者が35歳ということで、オーバーサーティーのこの世界タイトルマッチです。今顔が見えていますのが星野慶太郎。昨年12月6日ガンボア小泉を見事判定で下しまして、第10代の世界 WBA ミニマム級チャンピオンに輝きました。背中が見えています星野です。一方の顔はその WBA のミニマム級第5代のチャンピオン大橋秀幸選手を破りまして、見事チャンピオンに輝きました。その後8度の防衛を成し遂げましたチャナ・ポーパオイン。レフリーはシルベストレ・アバインザさん48歳、ジャッジはアメリカのデュアン・フォードさんとオスカー・ペレスさん、韓国のユー・ワンスさん、スーパーバイザーはヒルベルト・ヘッス・メンドーサさんです。飛び込んで、あっとバランス崩した。
思い切って飛び込んでいきました。左を振りました。星野は先手を出してますね、ジャブね、もっともっと。あ、なるほど。ちょっと見てるところあるんで、もう先に手をジャブジャブって出していきたいですね。なるほど。右のマッツ、左から右です。大きく左を振りました。川島さん、はい、チャナの一番怖いパンチってのはさ、いや、ボディ、アッパー以外では何がありますか？アッパー以外ではですね、接近戦して離れ際に左右フックですね。あ、なるほど。このパンチがこの頃ラフに打ってきますね。あ、そこら辺がちょっと怖いパンチですね。薬師さん、はい、大橋選手と対戦した頃は非常にその足もありましたし、手数も多いテクニシャンだったんですよね。そう、キレがありましたね。最近の試合見てるとやっぱりストレートほとんど打たないですからね。左右のフックも全部ほとんどフックって言っていいぐらい、アッパー以外全部フックですね。あ、そうですか。はい、少しこうラフになった感じなんですかね。そうですね、やっぱりそうな、ね、経験でそうなってくるんでしょうね。はい、はい、まもなく第1ラウンド40秒を切ろうというところ。低い体勢から右を放ちました星野です。左から右のストレート、これは届かない。左を返しましたがダメです。星野はポイント取っていきたいですね。最後左のボディを狙っていこうというところ。左の手を伸ばしまして相手のパンチをガードしました星野です。顔が見えています。余裕の表情のまだ星野。第1ラウンド左のアッパーです。相手のパンチを何気なく避けています。出会いで出会いをちょっと早くした方がいいですね。残り10秒を切ります。はい、第1ラウンド残り10秒を切っています。体を右に傾けるような体勢。ここで第1ラウンドのゴングが鳴りました。第1ラウンドは10対9、川島さんは星野につけています。今夜は薬師寺さんは第1ラウンドどうですか、はい、点数の方は。そうです、僕も10対9で星野選手につけましたね。はい、どうですか立ち上がり。まずまずじゃないですか、星野としては。まずまず、ね、川島さんは。そうですね、まずまずだと思います。星野の方がリラックスした状態で、戦ったと思いますね。ということはあまりその緊張感もなく、ね、いい感じで第1ラウンド臨めたと。はい、はい、さあ第2ラウンドです。なんかストップしましたね。あと、これはバセリンが多いんですね。なるほどね、バセリン塗りすぎたっていうことですね。レフリーのアバインザさんがそのワセリンを取りまして、試合が再開されます。さあ第2ラウンドが始まります。第1ラウンドは川島さん、そして薬師寺さん、いずれも星野につけました。立ち上がり、あーと右を振ります。ナイスボディですね。ボディを打っていきました。非常にですね、はい、実は星野は練習の時ボディ打ちを、コンビネーションからのボディ打ちの練習をかなり多くやってましたね。はい、まあ、今回接近戦が多いということで多分そのボディを練習したんじゃないですかね。はい、あ、飛び込んでいって左のボディですが、これは少し低めでした。黒田さん、チャナ、はい、どうぞ。チャンピオンサイドの花形会長は、はい、立ち上がりは左のブローを、まあ、対応しまして、相手の出方、まあ、ガードをしっかり下げないように相手の出方を見たいと話していました。で、立ち上がりを見て1ラウンド非常に良かったと、この調子でもう1ラウンド見て次はまあ5サインを出そうかなと、そういうような話をしていました。なるほどね。久保田さん、はい、一方のチャナサイドですけども、はい、ラウンドごとに作戦を立てると言ったんですが、まだ様子見で作戦を立てる段階ではないと、はい、ただあまり動きすぎるなパンチはよく見ていけというような指示を出しています。はい、接近戦での打ち合いになりました。チャンピオンサイドは小島秀樹アナウンサー、挑戦者サイドは島田博アナウンサー、解説川島博さんと薬師寺康さん、実況久保田光彦で、パシフィコ横浜国立大ホールから WBA 世界ミニマム級タイトルマッチ12回戦の模様をお送りしています。大きな左、こういう細かいパンチあんまりもらいたくないですね。なるほどね、はい、薬師寺さん、パンチの重さという部分ではチャナありますよね。まあ、KO 率からいくとそうなんでしょうけどもね、でも星野のパンチも、はい、一発っていうより当たればやっぱ効きますよ相手も。あ、なるほどね、KO 率少なく打ち方がいいですからね。はい、はい、川島さん、そういえば、はい、だいぶパンチ力がついたと花形会長言ってましたね。はい、はい、そうですね、特に右ストレートですね、かぶせる右ですね、はい、あれがすごいいいパンチだと思います。あとそれにボディも、練習してきてますからね。あとこれはかなり低いところの、今みたいに打ち終わってから気抜くともらうんですよね。打ち終わった後って大事ですからね。はい、はい、その辺りのところは花形会長も打ち終わった後に気を抜くのがちょっと悪いところだと話していました。ここですね、今のところここです、ここです、はい、接近戦での打ち合い、右のショート、右のボディを打ちましたチャナです。パンチ重いですね、やっぱチャナ。あ、なるほど、体重乗ってそうですね。あ、チャナの攻撃パターンとしては左ジャブを2回突いて必ず星野の左肩に頭を持っていくんですね。そこで必ずアッパーを出すんで、はい、それをそのパターンを覚えてもらえれば、はい、星野も攻略はあると思いますね。この位置はどちらの位置か、フェイントを入れながら右のフックです。残り10秒を切りました。第2ラウンド右のフック、かぶせるような右のクロスです。
左のフックです。左のフックが顔面をヒットしました。右のアッパーを突き上げたところでボングが鳴りました。第2ラウンド終了。このラウンドは川島さん10対10イーブンです。3ラウンドを迎えようとしています両者、右が星野、左がチャナ・ボパオリンです。両者の体格比較をご覧いただきたいと思うんですが、星野選手は前回に比べますと脅威、それから首回りが少し大きくなりました。やはりあのウェイトトレーニングの効果は少し現れているんではないかと。今ちょうど出ましたが、脅威はあの81センチまで伸びてますね。これは今現在76センチになっています。でもやっぱり31歳からそうなるということはチャンピオンとなった自信ですよね、この数字が。なるほどね。左を伸ばします。第3ラウンドに入っています。はい、これあんまり見たくないですね、こういうスタイルで。やっぱりなんだかの左出すなり しないと、パパッと打ち込まれる時あるんですよね。確かにあの小島アナウンサーからのリポートで2ラウンドまでは様子を見ていけという、まあ、花形会長の指示があったということですけども、もう少し出した方がいいですか。そうですね。もで今もそうですけど先手出したいですね。先手先手で左のアッパーを突き上げました星野。先に行きたいな。今先に左を出しましたが、右に入る、右のクロスをかぶせようというチャナです。右です。確かに川島さん、ちょっとあの、はい、チャナのパンチは少しラフっぽい感じですね。そうですね。またあの頭を持ってくるんでね、カットがちょっと心配ですね。あ、なるほどね。目のカットが。右のワンツー、ワンツーだ。右のワンツー、左から。これ打った後、そう。今度は左です。今度は星野左、カップを突き上げる。接近戦。ボディ2発、チャナ。あのワンツーはガンボア戦で体得したと躍進さん話してましたけどね。はい、いいですけど、その後欲しいですね。なるほどね。その後ね、はい、せっかく今打っても打ち返されましたから、はい、その後が欲しいですね。チャナの大きいパンチをスリッピングアウェイで打ちました。左フック、左フック、ここでスリッピング。左を出します、オシノです。右のストレートランナー、ボディを打ちます。重いパンチ、チャナ。チャナの右が左。でもしっかり見てますね、はい、あの接近して打たれてもしっかりガードして見てるんで、これが彼のいいところですね。いい角度が入りましたね。接近戦、ボディの打ち合い、ボディを打って右のショート、またパンチを出した後に左から右が入りました。星野です。顔が見えています、星野慶太郎チャンピオン。あと右のフックです。こういうのもらいたくないですね。もったいないですね。左のフック、左のダブル、ガードで避けるのもいいんですが、はい、空振りさすことも一つの避け方なんで、あ、なるほど、ね、後からやっぱ効いてきますからね。さすがにブロックしてても、左は相打ちのような形になりました。距離を取って空振りさすことも一つの作戦かなと思うんですけど、飛び込んで左のアッパー星野です。残り30秒切ってワンツーから左の無理チャナ、左のショートアッパー星野。何かこう打ち合いの様相を呈してきているようなミドストレート、左の勝負です。いや、かなり躍進さん、激しいちょっと打ち合いの様相ですね、はい、そうですね、クリーンヒットはチャナのがちょっとあるかなって印象を受けましたけどね。なるほど、残り10秒切っています。おっとバランスを崩したチャナ、しっかりガードで受けてはいるんですけどね。ここで第3ラウンドが終了です。第3ラウンドは川島さんはチャナが取っています。はい、このパシフィコ横浜にオーケストラが陣取って演奏を行っています。スターフィールズオーケストラ、スターフィールズ星野の英訳です。そのスターフィールズの名の通り、星野選手の初防衛戦を応援するために結成されました。70名で構成されています。薬師寺さん、はい、薬師寺さんはここまでどうですか。イーブンですか。まあ、互角ですかね。ちょっと辛く見てますけどね。あ、なるほどね。さあ、これで第4ラウンドが始まりました。星野もスターエンジンかかってんのかって思うんですけどね、まだ余裕がありますね。でもまだ余裕ありますか。余裕あります、全然、はい、細かいでもパンチをもらいたくないですね。そうですね、後々ね、はい、川島さんさっきおっしゃったように、川島さんやはり後でちょっと来そうなね、重いパンチですからね。そうですね、パンチが重いんでね、あのブロックばっかりで避けるんじゃなく、やっぱ距離を取って避けるのも一つの手ですね、はい、細かい左、ね、右ばっかりじゃなくて細かいジャブを ついて細かく取っていきたいですね、ポイントね、はい。前に出ていくチャナです。リングの中央、久保田さん、はい、チャンピオンサイドですが、花形会長はこの回ちょっとパンチをまとめていきたいなと話してますね。なるほどね。やはりこの早い回で の, あのチャナのカットの可能性というのをちょっと考えているようですね、はい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 、
ここ数試合の中で実はチャナは負傷判定というのが3つぐらいあるんですよね。頭をつけて左右振ってきますので、バッティングが多いですね。はい、バッツーです。フォータイスパーリングだからネジ入れたんですが、やっぱ深いカットの跡がたくさんあるんですよ、ね、ありましたよね、だからそこら辺もちょっとあと前半出てもいいのかなっていう感じもしますけどね、はい、大きく右から左を振り出した。飛び込んで低い体勢でパンチを放すチャナポーパオイン。どっちにしてもあれですよね、タイトルマッチなんで、そういうなんか後味悪い勝ち方はファンも望まないですよね。おっしゃる通りですね。相手のパンチの空を切り裂めした星野。右のストレートです。左から右がいいですよ ね、もう少し左を出すことが一番先決ですね、はい、結構効きましたよ今の。少し交代、右のショートアッパーです。チャナ右のクロス、いいですね。何か川島さん、はい、星野はこうちょっと相手に対して見切ってるような感じのその戦い方ですね。なんか余裕っていうか自信持ってるようですね、やっぱり2ラウンドは必ず相手を見るっていうことでそれ徹したみたいですね。なるほど、2ラウンドはやっぱ出てますね。さあ残りも1分を切りました。第4ラウンドです。ショートレンジでの試合、頭を右にしてカルコロの位置でパンパンいってるんですね。あ、なるほど。だから星野もそれを練習してるんでね、はい、それを一緒に出した方がいいと思います。右のショートアッパーから右のボディ、右の負荷から振りチャナポーパイン、体重を乗せながらのパンチです。右のショートアッパー接近戦、これがベテランですね。やっぱ体を相手に預けて打つんですね、はい、楽ですよね。星野のデッドではこう押され気味なのでちょっと辛い状態なんですよね。なるほど、このペースを相手に続けさせると、調子取っちゃいますからね。あ、なるほどね。ちょっとパターン変えていきたいですね。そうですね、うん、右の大きなフックを見舞いましたチャナです。チャナが前に出ます。ショートレンジ、右のストレート、右のボディを狙う、左のボディです。チャナ、チャナが前に出ます。プレッシャーをかけます。残り15秒、第4ラウンド。星野の右のストレート、左は軽く軽く出しました。合わせるようなパンチ、プレッシャーをかけていくチャナ。チャナのボディーバーをここでゴングが鳴りました。第4ラウンド終了。このラウンドは10対10のイーブンです。チャナ選手の非常に積極的に前に出る重いパンチ、それに対しまして星野選手が押されているスローのシーンが出ました。目切ったみたいですね。あ、目切りましたか。チャナの方切りましたね。チャナが右の目の上を切りました。先ほどお話がありました、その懸念が少し、まあ、出てこないといいんですけど ね、はい、第5ラウンドに入ります。ここまでの川島さん、それから薬師寺さんは、まあ、ほとんど同じ、はい、わずかにチャナが少しリードですか前半は。まあ味方であれなんですけど、そうですね。でもダメージ与えてるのは星野のがあるんですけどね、クリーンヒットは。ポイントをどう取るかですよね、ジャッジが、実際のジャッジがね、はい、久保田さん、はい、チャナサイドですけども、ちょっと目の上切りましたけども、それでも接近していけ、もっと接近しろという指示を出してますね。なるほどね。星野が先ほど川島さんから話がありましたけど、ここでやり方を少し変えてくるか、うん、左のショートアッパーです。もうチャナにはもう接近戦しかないですからね、チャナにとってはね。そうですね、だからもう星野に足使われて左使われて距離取られたら、はい、何もできなくなっちゃいますから、この距離で打ちたいんですよね。頭から行きましたチャナです。まあ、まとめて打ってくるんで見栄えはいいですけど、はい、ほとんど当たってないんですよね。そうですよね。だからそこら辺をどういうふうにジャッジが取るかですね。ストレートをボディ持っていった星野です。今もちょっとチャナの方が星野にもっと来いっていう、ね、いやー、なるほど、言ってましたけどね、はい。まあ、星野はディフェンスがいいですからね、はい、飛び込んでいって左のフックから右を軽く当てました。ワンツーから右、4発出ます。4発、5発、このあたりパンチまとめてくる。逆に星野の方がパンチをまとめたいところ。そうですね、手数的にはやっぱチャナの方が出てますね。そうですね、星野はやっぱちょっと修正に回ってるって感じですね。はい、左をダブル、チャナです。まあ、合わせて打つじゃないですけど、まあ、ブロックしたらすぐ打つってことを心がけた方がそれはいいですね。はい、花形会長もまとめて打つ練習をしたんだという話をしていました。せっかくリーチの差があるんですから、星野はもうちょっとリーチ生かした試合運びしてほしいですね。はい、この位置はチャナは届かないでしょう。ここから右のボディを持っていきます星野。右のボディから左のボディ、ブロックしてすぐですね、この辺りすぐ打ってほしいですね。アッパーの打ち合いか、右のボディ、必ず打つとこうやってチャナは休みますからね、はい、休んだ時に攻めてほしいですね。相手のペースに入るとパターンに入るとちょっとやばいですよね。右のストレート、左のアッパー、31歳の星野、35歳のチャナ、オーバー30の戦いです。
WBA 世界ミニマム級タイトルマッチ、はいどうぞ。今の距離感だともうお互いのパンチ当たる距離ですからね。あ、なるほどね、いいのが当たった方が勝ちになっちゃうから、はいはい、もっともっと距離感考えて左にもっと回った方がいいと思います。正面に立ってますからね。そうですね、今ね、はい、右を振ってくるチャナ、チャナのもう一発右、足を使います星野です。またリングの中央、ボディ3発4発、ボディの打ち合いか、服を右に持っていきました。そして右のストレート飛び込んで打つ。残り10秒を切ります。第5ラウンド、背中の星野ボディ、ナイスボディですね。星野のナイスボディです。前半にあのボディ打つ、ボディ2発、ボディ2発、ここでゴング。第5ラウンドは川島さん10対9でチャラに上げています。ラウンドのスロー、ここでこういう風に接近していってのパンチ、確かにそうイメージとしてはね、それほど見栄えがやっぱチャナが長いんですね。なるほどね。ただ的確に当ててるのは星野なんですよ、だからそこら辺をどういう風にジャッジが取るかですね。はい、はい、あ、またワセリのつけすぎですね。そうですね、うん、第6ラウンドが始まります。まあ、薬師寺さんもそれから川島、はい、川島さんもこの試合、まあ星野にとっては後半勝負だろうという話がありました。そう、まあこの6ラウンド、それから7ラウンドぐらいからですよね。そうですね、中盤取ってほしいですね。はい、左のジャブです。これはもう一度吹きますか。ああ、胸のあたりですね。はい、よっぽど多いんですね、これ。ね、珍しいです、はい、これあまりやってるとあれなんですか、あの取られますかね。反則まではでも聞いたことはないですね、今までは。その後は欲しいな。あ、今左でちょっとフェイントを入れました。左のフックです。右飛び込んでいってワンツー、左から右のクロスを狙いました。星野また接近戦、ショートレンジでの打ち合い、左のアッパー突き上げますが、これは空を切っています。もうちょっと状態振りたいですね、本当はね、星野の方もね。さっきのラウンドですね、ラスト30秒ぐらいでボディを見せたんですね、あのボディがすごくいいんですね。後半になってくるとそれが効いてきますから、ボディを重点的に攻めてほしいですね。今低い体勢でちょっと狙っていくような感じ。ただそのボディ打つにはやっぱり接近戦じゃないと当たらない距離なんでね、そこら辺をどういうふうにこうボクシングするかですね、はい、星野が。星野さん、はいどうぞ。やはりチャナサイドでもね、星野にボディを狙わせるなと、とにかくこの注意を与えてますね。ボディを狙わせるな。あ、なるほどね。やはりあの35歳薬師寺さん、はい、減量もだいぶ苦しかったと思うんですよ、はい、でそういう意味ではボディ狙われるの嫌でしょうね、チャナもね。もうやっぱり後半勝負で相手も持ってると思ってるから、はい、絶対ボディ打たせたらスタミナ取られるの怖がってるんでしょうね。あ、なるほど。重いパンチを見舞います。チャナ・コーパオイン、5年半ぶりの世界戦、世界王座、はい、星野元ジャブ欲しいですね。ジャブね、いきなりの右もいいんですけど、ワンツーもいいんですけど、やっぱり左手をね、前の手を使わないと。左がなかなかちょっと少ない、ね、ちょっと少ない、ちょっと少ないですね、やっぱり。飛び込んでくるところ、右のアッパーを見舞いました、チャナです。そこら辺多分距離の取り方がすごくうまいんでしょうね。あ、チャナが、大橋選手、はい、今大橋会長ですけど、はい、その時もやっぱり距離の取り方がうまかったですからね。あ、なるほど、あとで、あ、じゃあ右のフック、星野の右のフックです。後で聞いたんですけど、やっぱりその距離の取り方がうまかったと言ってましたので、そこら辺でちょっとジャブが出ないのかもしれないですね。あ、なるほどね。いや、しかしこれはすごいですね。右のストレート、ロープに追い詰めようというところですが、また出ます、チャナ。チャナが右を振る、これは当たっていない。星野の左フックいいですよ。あ、なるほど、時折出る、はい、その後が欲しいですね。あ、なるほどね、はい、とにかくその後、打った後、これで残り10秒です。第6ラウンド、星野が今度は前に出る、ボディを狙っていく星野。会場からも腹が効いているとよくかかりましたが、ここで第6ラウンド終了。このラウンドは10対10イーブンです。これ聞きましたね、いいパンチです、はい、この後が欲しいんですよ ね、毎回なんですけど、今パスパンチが当たった後のその後のフォロー、どうしても単発になる、そこがまあ星野選手のまあ以前から言われてた課題というところもありました。あ、もったいないですね、もったいないですね、はい、さあこれから第7ラウンドです。そう、もうこういう風に今みたいに先に先にも行きたいですね、はい。あの作戦としてはですね、はい、もうポイントを取りに行く、ラスト30年前に出るとか、そういうジャッジに見栄えのいいように、ボクシングすることがやっぱ先決ですね。なるほどね、はい、ラスト10秒でもいいですよ、もう本当に前に出るってことで、はい、
そういうところはまた逆に言うとチャナが上手いところかもしれませんけどね。ジャッジに任せの試合なんでね、そこら辺見栄えのいいボクシングをすることが大切ですね。星野選手も言っていました、一番警戒するのはチャナの経験ですという話をしていました。ミネショータッパー右を伸ばしてフラッグを切りましたチャナです。星野の場合は接近して一辺間を置いちゃうんですね、ガードから、はい、そこに様子を見てから打つんで、そこを反対に手数でパンパンパンと打たれてるんで、見栄えが悪いんですね。ただ本人としてはブロックしてちゃんと防御はしてるよっていう、自分の自信があるんですね。なるほどね。これはジャッジ、これをジャッジが角度が違うところから見てクリーンヒットと勘違いすると怖いんですよね。あ、なるほどね。今日のジャッジはアメリカのデュエン・フォードさんとオスカルペレスさん、そして韓国のユ・ワンスーさんです。だから相手の距離に入るともうすぐに出すと手をガードを先打たせないですぐに出すことが大事ですね。はい、リングの中央、そうですね、右のストレート、久保田さん左のラス、右のショート、フライングアッパー、右のボディ、はい、どうぞ。原形会長からはそのボディから入るということをすごく強く指示で出してましてですね、かなり相手に効いてると、ボディからまず接近したらボディから上だと、そういう指示です。なるほどね。星野が打ったことを反対にやられてますね。打っちゃ離れ、ね、この辺りが老練なところ、老快なところか。チャナ、まあ、星野もあの負けないぐらいのキャリアがあるので、そこら辺挽回してくれると思いますけど、はい、潜っていこうというチャナポーパオイン、大きく左を見舞いますが、これは低い体勢で入りました。顔面を避けるあのディフェンス力はあのチャナはすごくありますね。ただあのボディというのは、ね、絶対に動かないですからね、はい、ボディを攻めることが一つ一つの課題だと思いますね。右の大きなクロスです。伸ばしていきました。アッパーを狙っていくチャナ。低い体勢、ボディ、ボディ2発。どうしても先に打たれますからね。打たれますね。右、チャナの右です。ポイント欲しいですね。まとめて。左から右です。左から右、チャナ。ここでまた接近戦になる。クリンチになりました。両者分かれます。残りが間もなく35秒。第7ラウンド残り35秒です。こうやってすぐに間合いを取るんですね。間合いを取って相手の様子を見て、ここだと思うと必ず前に出てきますからね、はい、うまく休みますね。だけどこれを、ね、これはやっぱ自分で時間取ってるんですね。 WBA の世界ミニマム級のタイトルを8度防衛していますフォーマーチャンプチャナポーパオイン。ここでリングの中央、少し両者ともにパンチが少し出てこないが、ここで右のストレートを狙うという星野です。星野が前攻めで右から左、これ左が出る、ここでゴングです。第7ラウンドが終了。このラウンド川島さんはチャナが取っています。リングアナウンサーを進めていただきました陸吉村選手にお越しいただいてます。陸さん、初めてのリングアナウンサーいかがでしたか？ちょっと大変でしたね。ちょっと緊張した。でもじゃあよかったです。ここまで試合展開ご覧になってどうですか？チャンピオンもうちょっとあのビジーになった方がいいと思います、はい、ちょっとビハインドだと思います。リクさん、今後リベンジやります。放送席以上です、はい、今日のスペシャルリングアナウンサーリク吉村選手に小島アナウンサーから聞いてもらいました。薬師寺さん、はい、薬師寺さんはここまでワンポイント挑戦者リード、はい、まあ、あくまでも僕の採点ですけども、はい、あの本当にさっきから言ってるようにクリーンヒットはあるんですよね、もったいないのがその後にボディなり打ち返されてるのがもう多分ジャッジ取ってるんじゃないかなと思うんですよ。なるほどね、はい、だもう先手先手でいきたいですね、はい、星野は先ほどからまあお話がありますようにどうしても打った後止まる、あるいは潜っていった後一旦見てガードを固めて見てしまうと、そこら辺のところをチャナがうまく攻めているという感じでしょうか。少し単発なんですね。あのチャンピオン取った時はやっぱりワンツースリーフォーまで出てました、ありましたよね。今回は一発で終わっちゃうんですよね、はい、そこら辺でちょっとボディの打ち合いペースを取られてるんだと思います、はいはい、1分を経過しました。右のストレートですがここもうまくカードを受けます。打ったらですね、はい、真横をスッと置くのもうまいんですね。うまいですね。そこで打ち気がすぐなくなっちゃうんですね。その間合いの取り方というのはやはりこれは経験ですね、経験がね46戦しています。この8ラウンド9ラウンドどう出てくる、8、9、10どう出てくるかで11、12が決まりますね。あ、なるほど、バタッと止まるんですよね。あ、そうなんですか。といや僕見てて彼の試合あのチャナの試合見てて、急に出す決になる時あるから、その時に星野がスタメン残ってるか、っていうところが今日キーだと思うんですけどね、はいはい、接近戦での打ち合い、ナイスボディ、ボディを狙ってきました。ここでまた一つ呼吸を入れました。このところ離れ際です。これはダメだ。
狙いはいいですよ、あのボディは。アバインザレフリーから注意を受けました、注意を受けましたチャナコーパオイン。残り1分を切っています、第8ラウンド。あのボディから上に対して、うん、そうですね、なるほどね、はい、練習してたコンビネーションを出したい、どうしても端末かないように右のボディです。ここで先に、そう、左のダブ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 、このラウンドいいですよ。右のストレート、ワンツーから右のストレート、相手動き止まりますからね、ボディですと、左を伸ばします、プレッシャーかけてプレッシャー、右へ飛び込んだ、右から飛び込んでいくチャナ、ボディを嫌がってるという声が場内からも聞こえます。残り30秒を切っている、この大事な第8第9ラウンド、チャンピオン星野慶太郎、さてワンツー左、いいね、このラウンドいいですね。ここでまたリングの中央、ヒットミガが入った、この後、この後で、ここでマックスミガ、またミガが入った、左のショートアッパーです。星野カウンターでアップ入りましたね、ボディを取る、左のチュー超返すチャラですが、ここで第8ラウンド終了、このラウンドは星野慶太郎です。終盤の星野のこの大きな右の、まあ、フック気味、クロス気味のパンチ、この後に右が飛び込もうというところ、星野です。薬師寺さん、はい、今のような戦い方、そう、あれだと僕たちも採点もつきやすいです、はい、さあ第9ラウンドのゴングです。川島さん、はい、いよいよ大事な、ね、第9ラウンド、大事ラウンドですね。これからはそのポイントを取っていくのが大事ですね、そうですね、はい、第8ラウンドのようなボクシングができればボディから入ります、ボディから入ります、先手を取りたい星野、またボディから入った、左を返します、先手先手でも行くことが一つ肝心ですね、大事ですね。日本人とタイ人の最初の世界戦は昭和36年のポーンキングピッチと関光則戦、その後その以降の戦績は日本の18勝24敗2引き分け、ここ数年 2,3 年は、そう、あー、トリガーストレート、パンチを返しました、チャナ一旦間合いを取って星野もう一度仕切り直し、ここ 2,3 年は、まあ、日本は対戦は少し分が悪いところがあります。ストレートをボディに持っていく、また右ですが、これはパンチが当たっていません、左のショートアッパー、そこで合わせて手を出す、大事ですね、それが下がりながらのパンチでした星野、今度は星野が逆に前に出る、接近戦になりました、ボディの打ち合いか、レフリーのアバインザさんが負けます、左のショート。おー、その後、その後、その後が欲しい。この後に、また右、バランス崩し。リングの中央。さっきの目をボディに移しての上に顔面に右っていうね、はい。これ願望戦でもやってましたね。相手はびっくりするんですよね。ボディ打つと思って上に飛んでくるから。右のボディ。ワード右のアッパー。しかしガードしています。はっきりしたポイント取りたいですね、星野はね、ここで接近戦、またショートレンジ、ここでレフリーが分けます、もう一度右から入りました、接近戦での打ち合いです、接近戦での打ち合い、ボディの打ち合いになった、ボディの打ち合い、ボディの打ち合い、左ノック、接近戦から顔面です、星野、チャナももう疲れて体を預けてきているんですね、あ、なるほど、いや左、ショート入りました、ショート入った入った、ショートのパンチ、これ細かいパンチ当てることが大事ですね、また返しの左、体を預けます、チャナ最後にここで取り返すね、ラスト30でね、はい、また一つフェイントが入ります、フェイント足が止まって右を伸ばす、低い体勢、星野です。第9ラウンドの終盤、左のジャブ、左のジャブ、ここでまたリング、アッパーから左、このパンチは全然空を切る、右のアッパーから左のストレート、ボディを返す、左のフック、星野接近戦、右のストレートです、チャナの右、ここで第9ラウンドのゴング、このラウンド川島さん10対9、星野をつけました、残り1分40秒の星野の右、まあ、何回も繰り返しますけども、その後のパンチをまとめること、そうですね、薬師寺さん、はい、薬師寺さんはここまでワンポイント星野リード、はい、だからね、この最後勝負3ラウンド、勝負ですね、大丈夫です、
特に11、12大事ですよ。薬師さん、両者の様子を見て疲労度はどうですか。いや、もうチャラの方が疲れてると思いますよ。あ、そうですか、はい、川島さんいかがですか。まあ、僕もあのチャラの方が疲れてると思いますね。なるほどね、はい、だからどんどん前のプレッシャーが出て、あ、右のストレートです、はい、相手を疲れさせてですね。しかしチャラも打たれても必ずまあ打ち返してくる。今こうやって休んでますからね、休んでたまにダダダダダとこうポイント取りに来ますから、はい、久保田さん、はい、そのだいぶ疲れも見えますチャナに対してですね、セコンドはですね、足がふらついてきたぞ、どうしたしっかりしろと言ってますよ。あ、そうですか、あ、なるほど。右のストレートを左打ちです。あ、ちょっとパンチを出してくる、体を前の方に預けるようにしてパンチを出しました。チャナチャレンジャーです、トップコンテンダー。左のアッパー、左を出す、いいですよ、いいですよ、追い詰めていこうという星野、一緒のように手を出した方がいいですよ、はい、はい、間もなく1分を経過します。第10ラウンド残り3ラウンド、あと3回しかないですからね。そうなんですよね、はい、こっからはもう星野の方が絶対有利だと思いますね。なるほど、練習してきたことを全て出してほしいですね、はい、この3ラウンドで。とにかく星野はウエイトの心配が全くと言っていいほどありません。非常に、まあ、いい調子でこのタイトルマッチを迎えています。今があの川島さん得意のスリッピングアウェイですね。そうですね、首で受けるんですね、マッチを反映させますからね、はい、また星野の距離に入るか、右を出しますがこれは届きませんでした。星野左の打ち合い、ショートレンジ、パンチをかぶせようというチャナ。チャンピオンというのはすごくいいですからね、ぜひ初防衛戦してまたその持続させてほしいですね、そのあたりのことは花形会長が本当にチャンピオンになるからお前はこうやっていろんな人にも取材をされるんだということを話していました。まもなく残りも1分を切ろうという第10ラウンド、もうあと3回も 2回半しかないから、もうここで全部出してほしいですね。そうですね、はい、本当にそうですね、はい、残り1分を切りました。おお、右から左を倒しました。松井から左、おお、ナイス、おお、左だちょっとグラッときたか、おお、セーフ連打だ効いてますよ、効いてます。チャラちょっとグラッときた、チャラちょっとグラッときている、チャラちょっとグラッときている、まとめてほしいですね、パンチは。右のスライドいく、レフリーが両者を分ける、効いてますよ、効いてます、星野圭太郎チャンピオン。4つ出したいですよ、4つ、4つ、ワン、ツー、スリー、フォー、フォーまで欲しい星野です。必死になってパンチを送ります。第10ラウンドも残りあと5秒、接近戦、ボディ腰痛、ここでゴング、第10ラウンドチャラグラッときました。星野圭太郎がこのラウンドを取っています。これだけさあ、星野の猛攻がありました。これ薬師寺さん、はい、決まったのは右ですか。そうですね、右かぶした右ですね、やっぱり耳の後ろあたりですね、一番右ですね、これが。なるほど、はい、グラッときました。チャナ効いてましたよ、はい、コマーシャル中ちょっとね、放送席でこのまま行ったらその KO もあるかもしれない。10万ありますよ、これ11、12で。なるほど、はい、さあ11ラウンド楽しみな楽しみな11ラウンドが入ります。やってました、星野がさっきの成功で、笑顔が出ましたね。あ、なるほど、チャンピオンの星野、老快な元王者チャナ・ポーパンインを相手にいよいよ、あっと右、しかしこれが得意のスリッピングアウェイ、これあんまり聞いてないんですよね、星野にとっては、はい、ナイス、どんどん攻めていきたいですね、はい、ダブルを出します。チャナワンツー、チャナのワンツー、少し足を使うような感じですが、また接近戦になった、接近戦での打ち合い。チャナの右目はそんなに出血しませんね、思ったよりね。そうですね、出血していません、はい、左を出す、左を出す、右ボディを狙っていこうということで、しかしパンチをまとめて返します。チャナあとはもうイケイケですね、疲れてますよ ね、相手は疲れています、はい、挑戦者は疲れています、35歳、くっついての今のパンチしかないですから、はい、どんどん積極的にアグレッシブにいきたいですね、はい、プレッシャーをかける星野がプレッシャーをかけます。チャンピオンがプレッシャーをかける、わーっと右のストレート、不用意にもらってはいけない、また飛び込んで左のジャンプ、左のフックル、左のショートアッパー、左のショートアッパーです。もう休ませずにどんどんプレ
レッシャーですね。前へ行く、右を伸ばした、右のストレートクロスです。また左ノックへ引っ掛けようというパンチ、足を使ってボディを狙って回ってますからね。左右のノックを前にプレッシャーかける、左ノックを返しました。チャンピオン右のアッパー、右のストレート、左側です、右を返しました。チャーナー右のアッパー、プレッシャーかけるのはいいんですけど、不意にパンチをもらわないことですね。はい、少しまた出血が出てきました、少し出血が出てきています。チャーナーです、右のストレート、これは効いていない。大きく飛び込んでいった左、大きく飛び込んでいった左、右の目は左アッパー、右のストレート、左のストレートから右はフォローしました。血があの目に入ると見えにくくなりますからね、チャンスですよ今が。右のストレート、右のストレート、星野の右のストレート、だいぶ効いてるよ、だいぶ効いてますよこれ。11ラウンド残り1分を切っています。もう足に来てますね、だいぶ。ああそうですか、星野チャンス、これはチャンスを迎えたと申し上げていいでしょう。もうチャラに星野を KO するパンチは残ってないですね。ああそうですか、はい、もう木さえ抜かなかったらもう大丈夫です。星野がプレッシャー、星野がプレッシャー、先手はそこで左、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 右、右のストレート、左伸ばした、左伸ばす、残り30秒、残り30秒、さあ星野のコール、横浜に星野のコール。11ラウンド残り20秒を切った、振り込んで左、右を返す、チャナ、リングの中央、肩で押していきます、チャナです、肩で押していくチャナ、しかしパンチは効いていない、パンチは効いていない、休ませずに行け。ボディ打ち、レフリーが負けます、レフリーが負ける。少し星野も鼻血が出てきましたね。あそうですか、あそうですね、ここで11ラウンドのゴングです。10対9、このラウンドも星野が取りました。ラウンドのこの星野のパンチ、ウェディー、この右です。もうあの体自体はもう逃げてますからね、逃げながらのパンチなんで、それは効かないですよね、さあいよいよファイナルラウンド、川島さん、薬師寺さん、いずれも11ラウンドまで3ポイント星野リード、まるで測ったようにですね3ポイントリード。いやでも難しいところもありましたけど、でもこれぐらい勝ってますよ。さあ12ラウンドいきます、最後12ラウンド、チャラももう KO しかないと思ってるはずですよ。あなるほど、はい、右の大きなフック、右です、右を出していく、圧力をかけます、右のショートアッパー、ショートレンジでの打ち合い、川島さん、とにかくチャンピオンとしてはもう全てをここで出し切ってね、燃焼してほしいですね。もうチャンピオンのプライドですね、あとは。久保田さん、はい、チャンピオン陣営、花形隊長は3ポイントリードしてるだろうと言ってますね。そうですか、なるほど、放送席と全く一緒、マッチ、右のショートアッパー、チャナです。久保田さん、はい、チャナ陣営は、うわ、分からない、いや、なんとかこっちが勝ってるかなという、かなり厳しい採点ですね。なるほどね。接近戦での打ち合いです。右を振りました、チャナ、右のショートアッパー、これはブロックしています。いや星野、星野はね、はい、これでね、接近戦してもね、冷静なんですよ、だからいいんですよね。なるほどね、この人は本当に冷静です。よく見てますね、はい、ショートレンジでの打ち合い、接近戦での打ち合い、よく見て、中から中から打ってますから、アッパー、なるほど、これでね、クリンチした時にね、花形の会長の方を見て指示を仰ぐんですよ。あ、そうですか、この指がすごいですよ。そうですか、はい、さあいよいよ残りがあと半分です。最終ラウンド、ファイナルラウンド、星野が詰めます、プレッシャー、右から入る、ショートラッパー、パンチを見舞う、チャラ、チャラ、左右のフック、両者、チャラは右の目尻、そして星野は鼻、出血しています。依頼のフックです、星野コールです。初防衛成功なるかどうか、大きな右を振った、チャンピオンの星野、残りがいよいよあと1分になります。左右のフック、荒々しい左右のフックのチャラ、星野はもう苦しかった連勝もあるし、全部出したいですこれ1分で、さあ残りいよいよあと1分を切ったファイナルラウンド、星野慶太郎、初防衛戦、最強のチャレンジャーを迎えています。レフェリーのアバインザさんが両者を分ける、足が前に出るのは星野、右のストレート追っていく、星野が追う、左のショートフック、残りがあと35秒、ボディを打った、ボディを3発4発と打っているチャン、今度は逆に星野の右のボディ、右のストレート、右のストレート、ワンツーだ、下がった、チャナさん、チャナの交代、足に来てますね、もう残り20秒を切る、チャナガードを下げている、ワンツーだ、星野のワンツー、まだ接近戦、残り10秒、残り10秒、
さあ最後ラストスパート、こっちはここでゴング、ここでゴング、にっこりと笑った星野。後半はまさに見事な試合展開を見せましたチャンピオンの星野慶太郎。しかし本人は少し納得してないような表情にも見受けられますが、果たしてどうなんでしょうか。判定が注目されます。ちなみに放送席の採点では4ポイント、薬師寺さんも川島さんもそれぞれ4ポイント、星野がリードしていると、そういう採点でありました。さあ川島さん、はい、まあ本当に今審判ジャッジ泣かせというあれがありましたけど、後半はなかなか見事だったですね。そうですね、ボディが中心に攻めたのが良かったんじゃないですか。なるほどね、薬師寺さん、はい、後半勝負というふうにおっしゃってましたけどもその通りの展開になりましたね。思った通りでしたね、少し初防衛戦のプレッシャーっていうのがやっぱあったんですかね。なるほど ね、本人は少しこうちょっと不満というかね、出来に対しては、いやでも今日は1位の選手ですし、もう過去ね8回も防衛した偉大なるチャンピオンだったんで、もう僕は合格点だと思いますね、これ、はい、試合自体は。そうですね、まあ最初にもお話伺いましたけども、初防衛戦のプレッシャーというのは本当に強いものがあるみたいですからね。川島さんもやはり最後もリングに上がった時ですね、ありましたね。ああ、そうですか。さあ判定です。115対113、チャナ。まずチャナ、ジャッジ優118対110、星野。8ポイント、1対1になりました。ジャッジペレス115対113、チャナ。2対1をもちまして、チャナ選手の勝ちでございます。チャナが取りました。チャナポーパウイン、ダイナモーディング4国人のコンサーより認定票の強さです。打った後のボディ取ったんでしょうね、採点に。なるほど、チャナが取りました。王座返り咲きです。チャナポーパオイン、5年半ぶりの王座返り咲き。 WBA 世界ミニマム級タイトルマッチは挑戦者のチャナポーパオインがチャンピオンの星野慶太郎を2対1の判定で下しました。あ、だけどこれはジャッジの味方ですよね。ずっとですね、はい、薬師寺さんも川島さんもおっしゃってました、はい、そのジャッジの取り方でいかようにも変わると。手数、はい、を取りましたね。手数を取りましたね。1人のジャッジは8ポイント勝ちですから ね、 ね、これはちょっと意外というか、左右フックをボディに当ててましたからね、はい、ジャッジが取ったのかもしれないですね。なるほどね、そこ顔面に当てることによって星野ブロックしてますからね。あ、なるほど、それは取られないんですけど、ボディのポイントを取ったのかもしれないですね。ここら辺はちなみにチャラに挙げたのが両方ともアメリカのジャッジで、はい、そういうところ の、 そのアメリカと韓国のジャッジの取り方というのもはっきり分かれたような ね、 勝ちましたね、やっぱり。でもやっぱりジャッジ人間の目なんでね、それは機械で測ったわけじゃないんですけど、まあ、これは判定出た以上しょうがないですね、はい、もう一度やってほしいですね、これは。そうですね、星野としては最後後半は非常にいいボクシングを見せたんではないかというふうに思いましたが、しかしこのチャナの老練といいますか、老快といいますか、これも本当に素晴らしいボクシングだったですよね。後半3ラウンドはセコンドの上に足もつれてましたよ。もうスタミナは切れてましたからね、ただ本当にキャリアだけで乗り切れるということですね。確かに相手が打ってこないと思うとパッと行って、相手が打つとこう巧みにこう足を使って、ね、足を使ってね、距離を取って間合いを取る。川島さんも公開スパーリングの時に間合いの取り方うまいなとおっしゃってましたもんね、チャラがね。それが本当に今回そのキャリアでしか、ね、やらないですね。残念ながらチャンピオン星野慶太郎初防衛失敗、チャナポーパオインがタイトル奪取という結果になりました。 WBA 世界ミニマム級タイトルマッチをお送りしました。解説は川島宏さんと薬師寺康生さんでした。川島さん、薬師寺さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。それではパシフィコ横浜国立大ホールからお別れいたします。